明日はマンスリーテストだよ。準備万端？いやー、ちょっと社会ちょっとできてないから、まあ、明日その続きをやって。一応算数と国語は時間をかけてじっくりやりましたと、うん、で理科も、理科のさ、重さの釣り合いの問題、あれも結構頑張ってやったよね。うん、やったね。だからちょっとね、国語と算数と理科は後悔のないレベルでやったつもりではいるんだけど、社会どうかな。社会はまださ、ちょっと自信ないよね。初めての歴史だし。そう、多分今回歴史を中心とした問題になってくると思うから、歴史以外だったらある程度なんとかなんだけど、ちょっと歴史はまだね。でも源氏と平氏の戦いのところは自信あるでしょ。なる。なぜ？ジパング。そう、ジパングを読んだからね。うん、ジパングおすすめだよ。どこら辺が良い？ジパングは。ね、名前が覚えられる。そう、誰が何をしたの。平清盛とかさ、頼朝とかさ、源義経とかさ、あとそれにまつわるさ、いろんな人たちのさ顔が、まあ漫画なんだけどさ、それで紐づいて覚えられるからね。うん、あの妻とかがわかる。そうだね、徳子とかね。偏差値40代は出したい。偏差値40代出したいって言ったの。出したい。出したい。あ、そういうことね。出したいって聞かれた。違う違う。出したい。じゃあそれなら50出したいって言ってくれよ。そう、出したいね。でもこの間さ、偏差値69取ったじゃん、別のテストで。それは別だから。そう、サフィックスでさ、いい成績取りたいよね。多分今はんとこさ、サフィックスのさ、あの成績さ、過去最低を更新してしまってるからさ、なんとかそこはね、脱出しなければ。なんだけど一応ね、あの勉強の内容とかね、質はね、決してね、悪くなってるわけじゃないんだよ。ただね、テストの点数に直結しないようなね、やり方とかしちゃってる部分は確かにあった。いつもの授業の、あの、解き直しばっかりやってたじゃん。そうするとテストでさ、全然通用しないんだよね。じゃあ、とりあえず今日は早く寝て、明日に備えよう。うん、今何時だ ?10 時23。やば。10時23分。よし、寝よう。25秒。おやすみ。おやすみ。いらっしゃい。行ってきます。終わったよ。どうだった？ね、算数がいい気がする。理科が変な感じする。まあ算数がね、まあさっきも言った通りいいと思う。うん、どんな感じ？ざっと答えを見たら結構合ってたと思うから。ああ、うん、あれは理科、社会、国語、特にさ、国語の方はどうだった？国語は文章が1個だけできない。ああ、書けるね、書けたって感じ。うん、漢字は？ああ、全部できた。本当。理科、社会どうだった？普通って感じか。ちょっと待って、君は？理科が変な感じ。算数は？算数はなんか結構できた気がする。あ、本当。国語の長文読解どうだった？全部やったよ。書けるには書けた。書けるには書けた。じゃあ今回少し期待はできそうな感じ。うん、ちょっと手応えある感じ。期待はできる。うん、前よりは期待できると思う。期待はできるね。はい、11月のね、サピックスのマンスリーテストの結果が返ってきました。イエーイ。じゃあいつも通り悪いとサモ君からで OK。 どうぞ。素晴らしいと、素晴らしすぎる。待って、文字で言ってる。来たぞ、この時待っていたんだ。よかったね。うん、まず算数110点、偏差値58.4、順位1444位、国語90点、偏差値53.3、順位2548位、理科63点、偏差値56、順位1884位で、社会が62点、偏差値55.1、順位2099。よくないよ。で、2科目合計200点、偏差値57.3、順位1664。マジでこういうのはマジでよくない。4科目合計325点、偏差値57.1、順位1709。うわー、いいな。めっなんか初めてさ、4科目さ、それぞれ安定して取れたね。そうだね。
か悪そうな雰囲気出しておきながらさ、お母さんが。で、国語がそんな引っ張ってないみたいに言ってたから、その時安心した。国語は最近さ、あんまり良くなかったけどさ、一応偏差値50分超えてきて、ちゃんとね、落ち着いてきたね。そうだね。やった。よし、じゃあ算数。算数さ、あの平均点が 82.3 点の中で110点でしょ。そうだね。うん、これね、多分ね、最初の方の問題、ケアレスミスがさ、全然なくなってるんだよ。そうだね。で、とはいえ、あるにはあるけどね。四角1のカッコ3。そうそうそう。これあの、78% の正答率。これ落とすのはもったいないよね。もったいない、うん、まあ、だけど、あのケアレスミスはもう、ちゃんとなくなってる証拠はある。そう。本当にそう。最近の取り組み、ケアレスミスをなくすために何をしてたっけ？基礎トレ。一問でも間違えたら全部やる。そう。基礎トレを解くことが目的ではなく、基礎トレは一問でも間違えたら全問解き直しという追い込まれた緊張感を持ってね、毎朝やってるから。これの成果出たかもしれないね、本当に。すごい。おー、やっと漢字全問合ってる。よかったじゃん、漢字全問正解。イエーイ。なんか、めっちゃ書き直してる。これはさ、あの記述の問題に関してもさ、あの頑張って書いてくれたっていう痕跡が一応ね、あるから。部分点もさ、取れてるじゃん。四角4のさ、問い7だってさ、部分点でちゃんと6点取れてるし、書けてなかったところもまだあるけど、でも大丈夫。これはね、まだ引き続き今じっくりとやってるところだから。国語の成績はね、すぐに伸びない。でも今回伸びたっていうのは、これはこれでね、よかった。うわ、理科最初はちょっと悲劇的。いや、理科さ、四角1さ、いきなり正答率の低い問題出てきてるの。やばいよ、9%とか英語っちゃう。9%? そうだね。だけどこれ後半の方のさ、正答率の高い問題は結構抑えられてるけど。そうだね、結構できてる。うん、でも全般的に正答率低いね。うん、だって平均点が 52.8 点だからね。そうだね。その中で63点取れたのはでかいんじゃない。そうだね、社会は。あ、うん、社会ってさ、今回さ、やっぱり歴史が中心だったってこと。うん、そうだよ。そうそう、歴史が中心だった。あ、平時の欄出たんだ。大臣の政府の将軍だね。政の意が。そうだよ、お父さん何度も言ったでしょ。君たちは社会覚えていても漢字が書けなくて間違えることが多々ある。そのうちの一つが今回出たね。うん、あとさ、成敗式目じゃなくて上位式目で書かないと絶対できないやつが出てきて書けなかったんだよ。書きましたね。あ、本当。そう、ご成敗式目しか覚えてなかったから分かんなかった。そんな感じかな。はい、じゃあ次、マギ君、どうぞ。キャインなチーズなんだ。でね、エグチーズバーガーですね。エグチーズバーガーだよ、全部。これは、生きる希望をなくしました。生きる希望をなくしたと。算数58点、偏差値42.6、順位5022、国語77点、偏差値46.9、順位4147位、理科34点、偏差値38.8、順位5721位、社会53点、偏差値50.8、順位3048位、理科目合計135点、偏差値43.5、順位4915位、4科目合計222点、偏差値43.8、順位4790位。え、待って待って待って、算数はやばいな。2人ともそうなんだけど、この成績はね、安定してないの、基本的には。何かが良かったら何かが悪いとか、あと結構過去のやつね、遡ってね、科目ごとに見てるとね、過去良かったのはね、だん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 悪くなってって、悪くなってる中でさらに不安定っていう状態で、今回のマギ君の成績に関してはね、いろいろ不安定な中で全科目悪いやつが出揃ったって感じだった。やってしまったと。そうで、その逆バージョンが今回の3問で、一つ一応ね、励ましの言葉じゃないけど、これ事実ね。いつも勉強やってるのを見ていて、この子ができてて、この子はできてないっていう状態はっきり言ってないんだよ。二人とも大体できるところだと同じだし、できないところも一緒なの。だけど、丁寧さに欠ける部分が、マギ君に関しては字がね、汚く書いちゃう。綺麗に書けるのにさ、さっさと書いちゃってるとかね。あとは、早く終わらせたくて、さっさとやって、ケアレスミスをしてしまってるとか。そういうところがあるんだけど、
それ以外の部分で言うと実力値変わらないんだよ。だからお父さん今回の成績を見てそこがこんな風にはっきり差が出るんだと思った。実力が変わらなくてもテストの解き方一つでこんなに変わるんだ。もちろんなんかあれだよ、得意不得意の部分でそれぞれあるよ。だけどね、誤差レベル、誤差、わずかな誤差なんだよ。今回のやつでマギ君ががっかりする気持ちはわかるし、浮かれてるサム君の気持ちも、まあ、それはそれでわかるよ。だけど2人がじゃあそんな今回のレベルの差ぐらい実力が離れてるかって言ったらはっきり言って全くそんなことないから、だからね、そこね、そんなにね落ち込まなくていいよ。解いた勉強の量だけ成績に反映されるシンプルな構造だから。あとはたまたま恵まれた頭を持ってる人間は1回覚えたことを忘れないとか、3回やってやっと覚える人もいるし、やったらやった分だけ覚えられるけどやらなければ覚えられない普通の人だから、うん、で昔のサピックスはね鬼だからね、偏差値が低すぎるとねアスタリスクだったからね、米印みたいな感じ。お前がよし、じゃあいくらくん、ちょっと君からの感想を求めよう。もうちょっと勉強頑張れば上がると思う。勉強頑張ってねー。